して顔見て好きだよと言いたいだけなのに、デートの約束なんてもうどうでもいいから、私の頬をつねって笑ってよ、バカだなって言い返してよ。70億にただ一つの奇跡みたいな愛しい人、もしも遠く離れメッセージも届かない、そんな日でも朝焼けに二人で盗んだ心と心をつなぎ合う糸が呼吸を繰り返し途切れないと信じてるから、さよならはまだ言わないよ。奇跡みたいな愛しい人、もしも